どうもこんにちは、加瀬祐介です。今日は2021年の9月の4日、時刻は16時24分ということで土曜日の夕方お届けして、おります。ドカポンランド4ですね、冒険の続きから始めてまいりたいと思います。残り41周ですね。前回そこそこレベル上げしたりとか、ぼちぼち進んできたと、そのぐらいの回になってたんじゃないかなと思っておりますけど、セリフを飛ばしました。はい、ということでバッチ村からやってまいりたいと思います。アイテムはあんまり持ってないようですね。そして1,2,3,4 か、1,2,3,4,5,6,7 歩4を出して道具屋に行きます。まずはそこからですね。6でした。ということですから 4,6,1,2,3,4,5,6 で行けそうですね。 1,2,3,4,5 か、5で行ける場所にやってきました。はい、ワーウルフです。まあ、この辺の雑魚敵と戦っても、あ、やばい、毒を受けてしまう、まずい、間違えました、受けなかった、ということでしたから、毒にもならずに攻撃も受けなかったという、やっぱり魔法を上げててラッキーでしたというところでした。さあ、この人はなんでこんなところに来てるんでしょうか。よくわからんところですが、泥棒する気ですね、これは。はい、お尋ね者になったらですね、賞金をもらえるんですね。しかも、敵と遭遇した時に降参ができないんですね。絶対に、戦わなきゃいけないという、そういう制約もあります。まあ、この人もなんか道具屋に寄ってたみたいですね、そういえば。思い出しました。最終プレイは昨日なんで、昨日の今日ですから、大体内容は覚えております。昨日がちょっと久しぶりにプレイという感じだったんで、今のところですね、ゲームをちょっと掛け持ちで何個か、同時進行でスタートしてるもんですから、ちょっとこう、あ、避けられたようですね、かわいそうに。素早さは相手の方が低いのに避けられるということがあるということが分かりました。あんまりないケースだと思いますか。さてさて、1,2,3,4,5 でいけますね。ということで、5のクリスタルを使う。やっぱ毒にはなってたみたいですね。ダメージは食らってないけど、毒にはなっておりましたと。大変残念ですが、しょうがないですね。消えるんですはいらないですね。はい。罠を回避できるっていう、全く意味がない、あれなんですが。ここはまた微妙ですね。サンバインだけ購入して、30万、40万とかなんで、どうしようかな。とりあえずビッグモンスター狙いつつでやっていこうかなと思います。ビッグモンスターが誰でどこにいるかはちょっとわからないんですけど。11。ここにいるわけでもないはずなんですけどね、確か。スフィンクスか。まあ、この地域っていうのは非常に遠い場所にあるくせに、モンスターもぼちぼちの強さという、そういう感じなんでですね。この人は確か前回武器を求めてここにやってきたんじゃないかと思っていますが、ムラデロンか。結構まあ有効といえば有効な技ですね。さあ、この人がなぜここにいるのかちょっと忘れてしまいましたね。まあ頑張ってくださいと。あ、カウンターなんかやってますけど、変身するぐらいなら攻撃しろよと思うんですけどね。せっかく攻撃力を上げてるのに、多分倒せたんじゃないかなと。必殺がよく決まりますね。しかもギリギリ倒すっていう。まあコンピューターはなんとかと言われるゆえんですね。とりあえず、あと40周ですね。あと40周ですが、最後まで行くかどうかは何とも言えないんですけど。とりあえず、サンバインを使って、あ、しまった。まず確認しようと思ってたんですが。ビッグモンスターの位置を確認してみます。あ、いや、待ってよ。お任せではなくて、調べるビッグモンスターの位置。あー、そうだ、思い出した。ヒョウに行ったんですね。で、ヒョウだけは取られるわけにはいかんとかいう話をしてて、めちゃくちゃ遠いな。これは遠い。これは非常に遠いんですけど、ヒョウには向かっていきたいと思います。嫌な予感が。温泉か。こんなものには興味はありません。村の価値が上がるんですけど、村の価値が上がると、大飢饉っていうイベントがたまに起きるんですけど、それが起きた時に大変なことになりますんで。また襲っていますね。さっきそういえば襲うのは成功してたみたいですね。あんまちゃんと見てなかったです。
いや、一気に金をゲットしているようですね。とりあえず私としては票を取られるわけにはいかないということをすっかり忘れていました。この人もそっちに移動してるのか。まあいいや、とりあえずあいつらの動きは無視こいて、票に向かいたいと思います。まあ、こっちから行った方が早いかな。で、確かここをそのまま下に行くんだったかな。ここなんでですね。ということはそのまま右回りの方が良さそうですね。お金をゲット。あと10万以上貯まってるところがいくつもありますね。10万以上貯まってるところ、クーイか。ここもまた価値が低くて収入が高い村の一つですね。もうすでにかなりの大金を手にしました。でもせっかくですから票だけは確保しておきたいという感じです。あ、また襲われる感じですね。めちゃくちゃ襲いまくってますね、こいつは。最悪だ。まあ、かといってここから集金しておくのもちょっとあれなんで、まあこうしてコンピューターは巻き返しを図るわけですね。まあどうぞ頑張ってくださいという感じですが、皆殺しっていうのはですね、同時のマスにいる全ての人に対しての攻撃をするというやつなんで、一人と戦ってる場合はあんま意味がないですね。ダメージもないですし、リターンの意味もないです。まあ300ぐらい倒せるんでしょうね。バーバリアンを倒した。バーバリアンというのは野蛮人という意味だったかと思います。まあとりあえず3番員を使います。どこか自分の村にまずは行きたいところなんですけども、いやいや、ここじゃなくて、自分の村です。まあいいや、とりあえず移動していきますか。自分の村に来ましたね。さっきお金取ったところでしたね。はい、用ありません。ここに来るんならそこから取らんのければよかったなというところですが、そんなことを言ってられないですね。うまい具合に敵を倒しに行ってるようですね。多分一発で倒せないんじゃないでしょうか。ああ、やっぱりこうやってこうカウンターによってですね、うまく敵を倒していくという必殺技を駆使しているようですね。そうこうカウンターが決まるわけはないはずなんですけどね。必ず、必殺を相手に打たせてカウンターを入れるという、そういう必殺技を身につけているようですね。なんか村をちょこちょこもらってるのはちょっと面白くはないんですよね。実は4番員を使って何をする気でしょうか。ああ、やっぱりここか。だから金額がちょうどいい武器が売ってるとすぐ来たがるんですよね。結構防御力上がる盾をゲットしてたようですね。さてさて、私はといえばとりあえず3番員を使ってビッグモンスターヒョウに向かっていきます。ヒョウ一発で来れそうな気がしますね。できないですね。ということは、ここでもいいや、ここに来よう。はい、見つけました。迂回をしてまた道具屋に寄って、そして道具を買うと。ここで行けば4バインですね。どんどんクリスタル1個持って4バインとで、アイテムで3バインを売り払って、で、もちろん買うのは4バインですね。3バインを2つ売りましたと。はい、ということで4バインに入れ替えをして買い足しましたという感じです。この人もまた多分武器屋に寄ろうとしてるんだと思うんですけどね。またあそこの村で多分村を襲ってお金をゲットして武器屋という、そういうパターンじゃないかなと思います。この人は今魔法防御持ってませんから苦戦すると思いますよ、この辺は。でも防御力がかなり上がったようですね。ウェポンイーターという名前からして武器を破壊する敵という感じですが、多分ラストの魔法を使ってくるんじゃないでしょうか。お金をちょっともらえるタイプの敵でした。そして調べる、ですね、
まあ、一発じゃいけないか、まあ、こういう時はですね、思い切って4番員を使うのが無難ですね。まあ、大きな数を出すことによって迂回して、パターンが増えるというやつですが、どうでしょうか。はい、見つけました。敵が誰だか知りませんけど、まあまあ倒せるでしょう。トライコーンか、こいつにはですね、まあまあ苦しめられてたんですけど、はいはい、あ、やっぱ残りましたか。首跳ねだけは避けたいところですね。まずい、倍になったぞこれはちょっと想定外でしたね。まずいな、さすがに倍になったら怖いぞ。この人も魔法屋に行きたいんでしょうけどね、なかなかそうはいかないんですね。チャームを食らうぞこれ。うわー、やっぱりカウンターですね普通はチャームをするだろうと思うんですけどね、うまいことカウンターと相手に必殺を出してカウンターをするという最高の技を身につけてしまってるようですね。で、私はといえばここでかなり困ったことになっております。あ、よかったよかった。これで、あ、避けられなければ大丈夫というやつですね。はい、レベル上がりました。ちょっと次トライコーン一発で倒したいんで、ちょっと攻撃に振っておきます。で、あとは体力ですね。もうとにかく体力が必要になってきます。褒美として72000、ナイトは祝いにネマーシー村くれました。あとは何もくれませんよということになりました。あ、来ましたね。サイン地方に、ビッグモンスターが移動してきましたんで、サインに向かうと見せかけて、あのバブルの塔に向かっていきたいと思います。もうお金ももらいましたしね、あそこのビッグモンスター一発倒して、で、塔に向かっていきたいと思います。お、うまい具合に避けましたねこの人も。あー、1のクリスタルを使って確実に魔法をかけていくパターンですね。まあそりゃそうですね。ビリビリは結構効果的なんですよね。ビリビリは相手が魔法攻撃をしたらビリビリというので跳ね返して、で、その後必殺技を打つという、そういうやつなんですけどね。はい、13マスです。さて、サインまで自力で行くか泉を通るかという選択なんですけどね。どうしようかな。まあとりあえず城下村に寄るか。はい、お金を結構貯めてました。まあでも、もうあとお金はもうそんなに必要ないです。うんうん、なるほど。まあこの人もまあ抜けるのにちょっと一苦労すると思いますが、あ、やっぱ結構食らいますね。78で防御110あっても結構食らうという感じですね。やっぱり防御力もこう突き放してないとやっぱダメなんですよね。やっぱ100、相手の攻撃に対して防御200ぐらい、こう倍ぐらい突き放してないと厳しいというか。4倍員か、まあ、この人ももう多分ここは用はないんじゃないでしょうか。ああ、うまい具合に抜けましたね。うんうんうん、さてさて、どうしたもんかな。とりあえず4倍員を使って、まあ、だんだん近づくしかないか。来れました来れました。ここに来れたんで、まあよしとしましょう。ムラデロンじゃなく、ムラデロンはいらんか。あ、まあいいや、一応持っておこう。あとはいつもの通りですね、3倍でも買っておきますか。うんうん、まあこのまま自力でサインまで近づいていきますかね。とりあえずサインの境界の付近のガワーカという、まあ、いわゆる香川県の名前をもじった村に、今ビッグモンスターがいるんで、まあ、そこに向かっていきますと。でそいつを倒して、もうすぐその足で、あの高い武器を買ったあの店にですね向かっていきます。
でその店に向かった直後にもうすでにですね、あの塔があるところを目指してやっていきたいかなというところですね。まあちょっと簡単に手順を今言いましたけど、まだ他にもちょっと準備があるんですが、まずですね、今回はクリスタルをいくつか持ってあの洞窟に入って、でアイテムじゃなくて、防具のアーマーですね、アーマーを買わなきゃいけないんで、あ、逃げ出しましたね。逃げるっていうのはちょっと珍しいですけど、まあ、アーマーを買って、そして、前回は抜け出したんですが、今度抜け出さずにそのまま奥に進んで、まあ、塔がある方の出口まで移動していくという感じになります。まあ、その場合はまあこの泉から行った方が近いといえば近いんですけどね。まあ発展はいいや。泉が近いんですけど、何、こんなところでダウンを使うんですね。面白いことをしますね、非常に。これは苦戦するぞ、多分。一発で抜けるか、いや、そんなことはないか。まあなんかうろうろしてますね。まあ、私としてはとにかく3番員、いや、ここは4番員を使うか、4番員を使ってとにかくサインに向かっていきたいと思います。よし、こんな感じでダークエルフですね、弱い。まあ、こうやって自力で向かった方がなんか早く着くような気がしますね。この人たちはよくこの森に何回も行き来してますけど、この森はもう本当いつまで経っても抜けれないイメージが拭えないんですけどね。まあ、その証拠にこの実況を始めてからこの人たちは結構ここでここうろうろしまくってるような感じにもなっていますね。あ、ドッペルゲンガーを一発で倒せるようになっております。うまい具合に割り振りましたね。この人はダウンを受けてるんで、しかも一歩あんまり敵に会いたくないんでしょうね。宝箱に止まったんですが、まあ、こうしてステータスを見比べるとこのハイエルフとあんまりステータスが変わらないんで苦戦しますね。さすがに69だから2回じゃ倒せないんじゃないかな、これ1回、まあまあ2回で倒せるかなぐらいですね。回復か、これはかわいそうにさっき叩いたのが無効になったようですね。かわいそうですが、まあそんなことはどうでもいいです。まあまあな、目が出ましたが、ここに来れればよしと。ああ、ダメか。そしたらここに来れるかな。ダメか、もう進みます。まあ多分それなりに進めるはずなので、あ、ここか。嫌な予感がするぞ。あ、こいつか。こいつは何回も出てますけど、用事はありません。3倍イン。何を考えているのかよく分かりませんけど。ここはだいたいハイエルフと、あと、なんとかロード、ダークロードか。まあ、そいつらが出る感じなんですが、たまにですね、マジックイーターというあのアルマジロみたいな敵が出てくるんですけど、そいつが結構お金をくれるというやつですね。確かマジックイーターが出てきたような気がします。間違ってたらすいません。かわいそうに HP を回復されて、はい、せっかくあれしたのにやっぱり半分は食らわせれないですね、防御されたら。さてさて、私はといえば調べる。1,2,3,4 か、4のクリスタルがなかったか。あった、4のクリスタルがあるんでここに寄ります。そして、買う。まず、ここで必要なのは元気玉じゃなくて4のクリスタルを買って4バインをとりあえず買っておきます。そして、アイテム、3バインを売り払って4バインを買い足すという
上等手段ですね。はい、そういう感じでした。この人たちはまだここにいますね。しかも4倍がもうこれでなくなるんで、これで出れなかったらきついですよと。出れなかったようですね。かわいそうに。あ、やっぱマジック板出ましたね。防御力が高いんですよね、非常に。攻撃は22しかないのに防御は160もあると。でもまあ一発で倒せてるようですね。懐かしのマジック板、1万ゴールドくれます。ハイエルフですね。攻撃力が倍になってますが、まあ多分これでは倒せないと思うんですね。250は、ああ、しかも素早く身をかわされていますね。速素早さも半分になってるの。いや、素早さは関係ないですね。元気玉盗まれましたと。かわいそうに回復することもできんと。まあいいや、やつらはどうでもいいので、私は自分の道を進むのみですね。はい、これでさらに進んでいくとガワーカにほぼ近くに来れるんじゃないかなと思います。ガワーカに、近づいてきました。なんかアイテムや魔法屋が、あ、宝箱があるんで、なんか取っておきます。ノロノロはいらんな。はい、この人は今から、3倍4倍がなくなりましたんで苦戦すると思いますが、あ、早速こうやって買うんですね。なるほど、確かにここでアイテムを開催すればまあどうにか出れるんでしょうけど、1のクリスタルはわざわざ買わなくてもいいと思うんですけどね。5バインはなんかめちゃくちゃ高いですね。4バインは買ってますね。5バインはちょっと割に合わないんでしょうね。はいはい、勇気がなくなっております。はい、そしてですね、ちょっと調べよう。1ガワーカは、あ、ここか、ちょっと遠いな。1,2,3,4,5,6,7,8 でここに来れるんですけど、実は長靴が欲しいんですよね。長靴はここに売ってると思うんですけど、どうでしょうか。いけー、長靴はない。きついな。なぜきついかというと、ここは長靴がないとですね、毒を受け続けてしまうんですよね。どうかな。洞窟内の、いや、ないかもしれないですね。ここはちょっと無難に一回戻って、確かですね、ここ、あら、ここ、いや、ここにはないぞ、長靴が。ここか、ここにしかないのか、長靴。長靴は550円で売ってるんですよね。まさか長靴を取りにここに戻らなければいけないようになるとは思わなかったですね。多分洞窟内に長靴あると思うんですけどね。いやー、確証が持てないもんですから、確証が持てないからしょうがない。もう戻ろう。もう調べればいい、まあインターネットで今から調べればいいんですけど、もうめんどくさいんで長靴を取りに、帰りたいと思います。まあまあ、そういうのも準備として重要な一つですからね。避けられそう。あ、大丈夫でした。はい、これで避けられたらめんどくさかったとこでした。こいつはまだこんなところをうろうろしてるんですよね。だからこんなところには来ない方がいいと思うんですけど、この2人は積極的にこの森にやってきて、お互い潰し合ったりして、そしてどうしようかなが長いんですけど、どういうことでしょうか。長えな、長い長い。結局4倍を使わなかったんですけど、何を考えてるんでしょうかね。全く意味がわからん、意味のわからない兆候をして、普通にサイコロを振るという謎の現象が起きたようです。あー、結構食らうな。78の攻撃に対して120で98のダメージを受けるっていうのはどういう計算なのかよくわかんないですけど、まあでも、まあ、ゲームの、あの攻撃力防御力っていうのはもう足し算引き算だと面白くないんで、こういう、まあ、ばらつきがある方がですね、まあ面白いかなとは思いますが。5か。あー、なんか抜け出したんですけど反対じゃないですかね。よくわからん。
何やら反対側に抜けていったようです。で、私はといえば長靴を取りに帰っております。しょうがないんです。あ、めちゃくちゃでかいマスが出ました。でかい目が出ました。はい、ということで長靴を取りに帰ります。ホブラッチョはいらないです。まあ、ノロノロの方がいらないですね。この人がなんか調光するようになってるんで、ちょっと何でしょうか、思考が追いついていないようですけど、でもこの人は特に何もすることはないはずなんですけどね。何を考えてこんなに長い考え事をしているのかよくわからないですが、しかも4番を使わないという、ちょっと頭おかしくなった可能性がありますね。必殺、あ、魔法防御か。必殺カウンターの術が、あ、身をかわした。なんかよくわからない現象が激しく起きているようです。で、必殺技必ず食らうという卑怯なもんですね。なかなか、え、この人はなぜかこんなところにやってきて、あ、カエロッカナがあるのに使わないというのはどういうことか。カエロッカナを使って自由に飛んでいけるんですけどね。王藩がめちゃくちゃお金が貯まってるようですね。ミックモンスターの様子は不幸の種か、くっそ不幸の種は困るんですけどね。まあでも私としてはもうそんなにお金に困ってないんで大したことではないです。はい、15マスだからいけたんじゃないでしょうか。というかその前に1,2,3,4,5,6,7 か、7ならしょうがない、いけるんかな。あ、よかったよかった。ここで長靴を確実にゲットしたいとこです。まあ多分洞窟の中にあると思うんですけどね。まあしょうがない。そしたら長靴を買って、そうですね、ジャンプしたら遠くなりそうなんでしょうがないから、もう3番員を使っていきます。いやいや、この人なんか何も考えることないだろうと思うんですけどね。なぜかものすごく考えてくるんですよね。意味が全くわからないんですけど、なぜここで考える必要があるのか。ようやく4番を使い出したようです。何を考えているのかさっぱりわからないんですけど、何か考えることがあるのか。マジック板が出てきましたね。まあ1万はこの人にとっては大きいかもしれないですね。マジック板が出てくる目を探していたのかもしれないですね。で、あ、ダウンの効果がなくなったようですね。この人はお金をゲットして武器屋に寄ると、はい、うまいことできていますが、あれ、あー、襲うパターンか。なるほど。あ、襲撃にうまいこと言ったみたいですね。さてさて、私はようやくですね、ここに来れまして、長靴をゲットしたんで、これで自由に毒の沼を歩くことができます。アーチに行こう。はい、39,000もらってお金を、またつぎ込みます。まあ、これはただの無駄遣いなんですけど、まあ、今回はこの辺りにしておきましょうかね。まあ、今回はなんかやたらと兆候が入ったなというぐらいのちょっと変な、兆しがあったんですが、まあまあ、この人たちは本当この森で、非常に無駄な動きを続けていたようですね。そういう回じゃないかなと思います。はい、じゃあそういうことで以上にしたいと思います。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。